続き、はい、バンさんに来てもらって真の対決をしていきたいと思います。バンザーイ。バンザーイ。これでもうコラボしてる。コラボや、コラボやった。これでもワンピースもだよ。はい、はい、コラボ対決やっていきたいと思うんですけど、はい、今回は、はい、ちょっとクロスシュート対決をしていこうかなと、はい、これは得意です。ちょっとさっきのやつはちょっとね、もうあそこにシュート打つことなかったと言いましたから、まあ、外から打つことなんて今までサッカー人生であんまりない。じゃあ次は、はい、ペナルないですか。オッケー。でもクロスシュートですから、まずこれクロスで何点取ってきたかな。いや確かに沖縄で、ね、やってる、うん、やばいね、ほんまに。もうほぼ入ってたよな。デモンストレーションでめちゃくちゃうまいな。一発目でちゃんと決まるね。これコース点こうやって動くからこれで入るからって言ったら、うん、ほんまに俺ら全然決めてない。全然決まってない。引退して今何年？3年かな。だから3年ちょっと経ったっていう感じやから、引退した人がどれだけ落ちていくのかな。なるほどなるほど、そういうことね。わかんないから、 あんだけすごかった人の3年後どんなのみたいな。普段は動いてるんですよ。もうちょっとこういうなんかもうこういうストレッチヨガみたいなとか、もうこういう腕立てとかこれぐらいしかやってない。体型はめちゃくちゃ維持されてますよね。体型はだから基本的にそんなに食事をしないという感じで、あとはもう腹巻きを、お腹を守ってるという。これね、おじいちゃんやと思うやん。でも、やばかも。でもやっぱ調和大事やから、お腹でこれ守っていこうやという感じです。マジでやってるじゃん。練習も必要なんですよね。いやね、やっぱね、こういう風にさ、風で下から入ってくるやん。で汗かくやん。ほんじゃもう寒くなるやん。冷えるやん。これ弱いね。コンディションこれでもバッチリやん。腹巻きしてんだ。お腹弱い。これでもいいかもしれない。いいよ。俺腹巻き知らないよ。腹巻きしてる人知らないよ。確かに。いやいや、これはいいやで、これ。新しいスタイルだよ。甘くて新しいスタイル。そうでしょ。だから食事はそこまでしてないって感じだね。あんまりいっぱい食べへんし。サッカーはしてないんですよ。サッカーじゃあ可能性あるわ。感覚は残ってるかもしれない。いやでもクロスのやっぱり感覚みたいなこうイメージはもういつもあるから、まあ、残ってるんですね、うん、ある。まあじゃあもうこれはねちょっと見せてほしいですね。そうね、そうね。今回は2対2のチーム戦で、おお、行かせていただこうかなと思います。なるほど。やっぱね、僕はバンさんから教えてもらったんで、僕とバンさんチームでいいねやらせていただきます。大阪ファンクラブ入ってました。ファンクラブ、はい、そこはチームで。そうなんですよ。憧れの人でしたからね、ちっちゃい俺も小学校の時にね。いやいや、でこっちがはい、チームクソザコチームクソザコチーム。負けた時大変だよ。負けた時チーム広島、はい、こっちだったらもうすごいから。いやでも、そうそう、いや仲が良くてもクロスがちょっと待って、ちょっと待ってクロス上げるタイプ。いや、上げないです。俺も上げない。両方打つんで、バンドさんもクロス上げます。クロスかー。あそこで、やばい。そこの問題があるから。俺らどっちかというとキックタイプやから。やばい。確かに。クロスが結構こうした。まず最初の段階。僕ら二人はいいボールの人からもらってる。そうそうそう。だから面白いかも。忘れとったわ。対決が面白いかもしれない。ボタテやな。やばい。でルールはですね、はい、一人4本です、ね、4本、はい、クロスは、まあ、ぶっちゃけ自分の好きなやつを選びます。だからこれ行かないと思ったら行かなくていいです。ああなるほどなるほど、大きい超えちゃった。ああなるほどなるほど、そういうこと。でボールに行こうとしてもうこういうのもう行っちゃったら、うん、もうそれは入るか外すかの。なるほどなるほど。だからここでああなしなしなしするのもな。なるほどなるほどなるほど。いいよ。で後ろにあるマーカーより後ろからシュートです、うん、絶対、うん、そこはもう、うんうん、クロスやな。そうです。いや正直クロスや。正直クロスやね。自信ないです。クロスちょっとやばいかもしれない。忘れた。忘れた。ヘディングが2点。そうヘディングが2点。ヘディングあんの。ヘディング2点です。ヘディングあるんか。ちょっと2点です。ヘディングが2点です。これはちょっと足で合わせるやったら確実に決めな。なるほど。同点の場合はもちろんサドンです、はい、でこぼれ球の詰めはなし。なし、はい、1本目ありにします。1本目ってかそのこぼれも確かにその打ってこういくことあるっすよね。まあ、まあ、そうあるな。まああるな。1個だけありんですよ。1回だけね。ワンチャン先じゃあこぼれありにしましょう。ワンタッチだけ、はい、でクロスどっちかやっぱ得意不得意あるんで、はい、それもどっちか選んでいいです。ってことで、はい、ある意味ほこたて、うん、クロスが上手ければ点が入るのか、それとも中が上手ければ点が入るのか確かにどっちか分かりませんが、じゃあやっていきましょう、はい、それでいきましょう、
前半4本打って、うん、4本打ってチェンジでみたいな感じ。だから2本前半戦、後半戦で。あ、最初。おばさーん。じゃんけん。番号さんとやって。だって四人だろ。四人、いや、まあ確かに。四人で一人勝てるかって。リバンザイ。最初はリバンザイ。じゃんけん。おい。あいこだ。あいこだ。じゃんけん。あ。ここで行きます。なるほど。ワンさんのクロスからタカで。ワンさんがクロス上げることないで。いや行くんや。そう。けどダメ。指導入ってる。待って、あっち、やばい、あっちもなってる。あっちおかしい。ナイスボール、ナイスボール、全然いけるっす。次、タカクロス。ナイキでいくわ。よし、任せください、バンさん。俺らがもう4本やって待ってくれな。そうす、とりあえず前半4本ですね。前半な。確実に点取りに行くよ。後半なんで確実に点だけ。オッケー。ちょっと練習、オッケー。痛っ。痛っ。絶対痛いやつ。絶対痛いやつ。これサッカーやってるやつやったら。絶対痛いやつ。あのシュートの痛さ。やっぱなるんだよ。それをいかに痛く見せないか。いかに痛く見せないか。これ大事だからね。相手に弱みを見せない。なるほど。オッケー。こぼれが一番得意だ。いいよ。うわ、ナイスキーパー。うまっ。相性悪いっすね。ユーゴと相性が悪いわ。めっちゃ速い。ファンさんボレーめちゃくちゃ速い。なあ。めっちゃいいとこ。俺は決めれない。さすがに。いやあ。いやゴールだな。痛い痛いやつ。めちゃくちゃ。よし。おばさん。やっぱあのバウンドでも決めるってマジで好きなんだと思うわ。やっぱね、どんな形でも今見て、もうここやからやっぱりね、やっぱね、ちびっこに言いたい。面を大きいところでシュートを出てやん。ここよりもここやってやん。ここの方が面を大きい。100点ぐらい取ってるって言ってることだから。ちょっとバンさんっぽかった。マジっすか。本当にバンさんっぽかった。だって多分。いやあれ言ったら悪いっすよ。全然綺麗じゃない。バンさんのゴールあげたよ。そうほんまに。よしよしよし。これでかい。よし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 。ゼロじゃないからね。まず絶対スネ、スッタスネ。あ、焼けたやつじゃん。死んでまうよ。いやあるね。めちゃくちゃレベル高いぞ今の。やっぱそのクロスの質が違うね。俺質が高いな。クロスの質が高い。違うのコース。いやほんまそうや。俺やっぱ思ったよ。ワンタンがクロスの質が遅いな。落ちに行ってるから。内容すぎた。めちゃくちゃいいやん。やめたって言ってないじゃん。
スキーパー、ナイスキーパー。いやね、回復場所がいいんだよ。あれ、こぼれ球あそこに弾かれたら詰められへん。いやあ、うまい。いやあ、今のはうまい。これはうまい。前半戦1対1で折り返しです。うるさいやついるな、逆サイド。やっぱこれヘディング2点でかいな。でかいな、めっちゃでかい、めっちゃでかい。お前止めたのバリでかいよ。うわっ、今全然あったな。めっちゃここやった、ヘディング。今怖かった、お前たちの顔してる。でもちょっと緩いねんな。やばい、向上心の塊やな、あの人。やっぱね、ストライカーだ。スーパー。めちゃくちゃいい。めっちゃ良かった今。絶対ファー流し来ると思って。これですよ、ストライカーっていうのはやっぱ難しいよ。今のクロスも別にいいわけじゃなかったから。確かに。ちょっと緩かったし。2点ですか今。2点。3対1。でバンサーやから。すごいね。ほんでバンサーおるから。このバンサーにヘディング決められたら、もう俺らどっちかヘディングを。何を決めるの。さっきのここが結構ね。なんとしてもジャンピングボールで決めたんやけど。いや、うまいけどめちゃくちゃ今の。確かにもうそう、同じ系統。どこでも対応できるみたいな。行っちゃう。試合だったらうちに行く。そう、もうだからその流すとかあんまないのよね。考えが。こっちはほんますぐあいかいかって言いますから。どうする敬語。まず同点に追いつくために。まだそんな奴らに負けたないですよね。そうや。ヘッド行こう。じゃあ俺ヘッド一本。お前足一本で勝ちや。見えた。さよなら行けるよこれ。さよなら行こう。行きまーす。オッケーオッケーオッケー。あーごめん。大丈夫大丈夫よ。何でもやる。試合じゃない。試合じゃない。負けへんぞ。よっ。いやー。うわー。ボールやったな。めちゃくちゃいい。今のね、やっぱね、こういった方がいいんやけど。あー、なるほど。こっちに行くのよ。ま、前に。こうっすね。あー、このアドバイスが。マンさんのコーチングはみんな真似してください。マンさんのコーチングで天気マジで決めれるから。ああ、これお前ヘディングこっち来るんやな。ここおった方がええんかな。なあ、ここか。うん、はい。逆行ったお前も入る。いやー、いや、それ行く、それ行くんや。あれだ、ケイゴはもうヘディング一本決めないの絶対ないからね。それか足、それか足2本。1本で足狙っていいと思う。だったら2本目ヘディングで決めたら逆転勝ち。そうね、ヘディングヘディングの方がいいか。本当か。こっちに行くのはいいんだけど。ヘディングダイビングで行く。いや、今のが一番可能性あると思う。正直。もうヘディングしかない。ヘディングでサドンですか。終わり。どっちかやな。うん、どっちかや。
やめ、脳震盪だこいつ多分。何ですか、 AD、 AD ですか。タンカだ、タンカ、タンカだった。ちょっとやっぱクロスして思ったけど、やっぱ中、中だ。結論出ました。そうね、そう、だってどんなボールでもいけるんだもん。確かに。だったらもう全部がチャンスになっちゃうから、だからクロスの質はそこまで関係ないってことです。だって決めたチームもそうだね。いや大事だけどね。大事だけど、大事だけど、でも俺もクロスでさ、あのタカがヘディングしたとか、はい、あれとかタカのずれたボールをバンさんが左で投げるとか、結局シュートで終わってるのはそっちじゃないですか。そうね。ってなったらやっぱ中の適応能力、枠いってないもんな俺ほぼ。フォワードが大事ということや。いや、そういうことですね。点取る人が大事ということだよね。強かったっすもん。だってバンさんのシュートとか怖かった。いや怖かった。ジャンプもできる、ジャンピングボールできるし、ヘディングいけるし、逆サイド流れたら左ってなると、すんで泥臭くバンさんのシュートとかさ、一番面でかいから、一番面でかいから、ソロリでかい、ここやから。最悪無理やと思ったらここだよ。無理やと思ったらここだよ。やばい、ここもあるから絡まって。さすがに現役中はしないです。いやでも最後の辺は結構してたね。でもこことか中冷えるから。あるあるで、あるで。こう来たボールをここで切る。クロスだ。いやだからそれっすね。学んでほしい。あのフォワードやる子に綺麗じゃないから。そう。どこで当てても取ればいいから。一点は一点。一点は一点。みんなが一番泥臭かった。一番傷的だし。勝負やったけどなんか学ばされた。いやいや。俺らもまだウィナーズでやってるんで。確かに。泥臭く泥臭く。まずは泥臭くやる。ヘディングもやっぱりもう向かっていかない、やっぱり。逃げていってるもん。いやそうなんですよ。向かっていく。やった。いやもう。あってもそうだよね。楽しいですそれ。こんな表現の仕方ももう分かったでしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。あのバーンさんのチャンネルもね、概要欄に貼っておきますので、あのぜひ見てください。あとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。いや本当にコラボありがとうございました。いやこちらこそです。またなんか違う企画とか、ぜひぜひ一緒にでも声かけてください。YouTuber仲間でお願いします。行くんです、すぐ。それではまた次の動画で、See you。